メディアを再生するザ・リトル・ミニスター、小牧氏は、1921年に制作された、サイレントのドラマ映画で、フェイマス・プレイヤーズ・イコール・ラスキーが制作し、パラマウント映画が配給した、ジェームス・エムバリーの同名の小説や戯曲に基づいた作品である。ベティ・カンプソンが主演した、この作品は、バイタグラフ社が、アリスカル・ホーンを主演に制作した、同じ原作。 現代の別の映画の公開にわずか数週間だけ、先んじて公開された。織物工場のあるスコットランドの田舎町スラムズでは、鎮下下を沖に同志が対立し、工場に火が放たれる事態に至っており、関係と職交ら村人たちの間に緊張が高まっていた。この地域の行政長官であるリントール教の娘バーバラは、地元の軍隊を指揮するホーリウェル単位の拠婚者であったが、 変装して村人たちと交わっていた。ある時、大員の求めで村の職工の逮捕命令が父から出されたことを知った彼女は村人たちに急を知らせようとする。そこへたまたまやってきたのが村の牧師芸備だった。小牧氏はベティカンプソンの出演作品としては上映される機会が少ないものであるが、ベルギー王立シネマテーク、ロンドンの英国映画協会。 オランダのアイフィルムインスティチュートネザーランズにはそれぞれプリントが保存されている。ありがとうございます。